矢を掴んでいる。レクイエムの次に矢を支配するのはジョルノだ。ダメだ、やはりこの俺がここで逃げるわけにはいかない。誇りが消える。ここでこいつらから引いたら俺は帝王だ。俺が目指すものは絶頂であり続けることだ。ここで逃げたらその誇りが失われる。次はない。奴は逃げない。向かってくるぞ。もっとも無意味な行為だが、ゴールドエクスペリエンス。やった、あの矢の力の先に向かうのはジョルノのゴールドエクスペリエンスだわ。いや違う、礼を言うぞ我が娘よ。お前が逃げる気だと言った俺に対する侮辱の言葉で我が誇りは失われずに済んだ。聞かなくてよかった。もし逃げていたならこの余地を見ずしてやり過ごしてしまうところだった。このキングクリムゾンエピタフの意外な余地を、ゴールドエクスペリエンス。やった、あの矢の力の先に向かうのはジョルノのゴールドエクスペリエンスだわ。なぜ貫いたのに矢が地面に。逃げなくてよかった、本当によかった。いや正直言って絶望が俺の心を包んだよ。我が娘の私を見下した侮辱がなかったら向かう決断はつかなかった。おかげで矢が地面に落ちる余地を見ることができたよ。ジョルノ・ジョバーン、この未熟な新入りが、お前は器ではなかったということだよ。どっかに飛んでいっちまったポルナレフが言ってたろう、矢は矢を支配できる資格のあるものを選ぶとな。しつこいが本当に逃げなくてよかったよ。お前は矢に拒否されたんだ。逃げろジョルノ、とどめだ。帝王はこのディアブルだ、依然変わりなく。ジョルノ待ってミスター。あの砕けたところから覗いているものは、あれはまさか、これは。俺は今何を見ているんだ。頭をぶち割ってやったんだ。脳みそが流れ出てくるところを見てるはずじゃないのか。中から出てきたのは、これは脳みそじゃない。これはバカだ。しかも矢がこいつの腕に吸い付いて、矢がやばい。とどめだジョルノ・ジョバーン。こいつはジョルノは拒否なんかされていない。矢から資格がないなんてはねつけられていない。いや、それどころか矢は永遠にジョルノのものだわ。ボスなんかにはもうあの矢を手にすることは絶対にできない。俺は真実を見ているのか。俺は今何かの間違いを見ている。俺は頭を砕かれたジョルノの死体を見ているはずなのだ。こんなのは真実なんかではない。レクイエムだ。あれはジョルノのレクイエム、ゴールドエクスペリエンスレクイエム。ゴールドエクスペリエンスは矢のパワーの先に行ったわ。